皆さん、サプリは飲んでいますか？あなたの心のサプリメント、エリリンビーム。そういうのどっから思いつくの？カメラが回ると突然思いつく。降りてくるんだ。今回はですね、言っていただいたんですけれども、はい、サプリね、美容を意識している方とか健康を意識している方は、サプリ飲んでる方も多いかなと思いまして、今回はサプリメントで摂取した方がいい成分を体の状態っていうのに分けて先生に紹介していただきたいと思います。はい、もう千本ノックみたいな感じでしょ。そうそう、千本ノックみたいな。例えば私が肌の乾燥とか、ないって終わりました。頑張ります。いいですか？はい、頑張ります。準備はいいですか？では1つ目、肌の乾燥、かさつき。ヒアルロン酸ナトリウム、それからビタミン A、S、A、C、E、それからベータカルチン、ニキビ、肌荒れ、ビタミン B2 と B6、まあ、脂質を抑えてくるよね。ダイエットしたい。あ、これ L カルニチン来てます。 L カルニチンと、あとはキトグルカンと EPA、DHA、DHA ってよく聞く。ドコサヘキサエン酸のことを言ってる。頭が良くなるやつね、そっちね。違うんだ、はい、セットのやつね。セットで配合されてるやつね。なるほどね、次、シミクスミ。シミクスミといったらビタミン C、E はよく配合されて、そこに L システムもよく来てるよね。あとは医薬部外品のトラネキサム酸、あとね、よくあるのはベータカロテンです。目の疲れ。目の疲れは、ビタミン A、 それからポリフェノール。ポリフェノールはわかるでしょ、はい、あとはルテインとアスタキサンチン。近いけど、目の調子を整える、アントシアニン。これ言葉なんとなく聞いたことある人いないかな。ない。あ、そう。あとはブルーベリーがいいとかって聞いたことない。それはそう。でもブルーベリーの中のさらに一種であるビルベリーっていうのの由来のアントシアニン、これがいいと言われてます。食欲不振。ビタミン B 群、豚肉にいっぱい含まれてるよ。肩こりとか腰痛、ビタミン E、 これ血行改善効果があります。だからビタミン E、B1、それから B12、はい。睡眠不足。睡眠不足も眠剤飲みたくなっちゃうよね。だけどまあ、違う、サプリ。そっかそっかそっか、もうそういうところ行っちゃいけないよね。だからビタミン B6、B12、あとはセロトニンです。セロトニンって日本どれぐらいなのかな。セロトニンとか、あとはね、メラトニン。これって日本ではメラトニンは多分絶対ないんだけど、個人輸入とかできるサプリとかあったりするんだけど、睡眠状態改善とかで使われたりするね。髪の毛ツヤとか出したいなっていう。はい、まあ髪の毛の栄養になるものとしてタンパク質、それから亜鉛ってよく言われる。亜鉛って言われないか、ワカメってみんな昆布とか言われるのかな。それからビタミン B6、 ビオチン、この辺ですね。運動不足。先生、運動不足は運動するべきなんだよね。だけどビタミン B1 とか B2、 あとは私は、運動不足だけどプロテイン飲んでたらいいんじゃないと思って適当にプロテイン飲んでます。個人的なやつ、あとむくみ、ビタミン B 群とカリウム。ただしカリウムは注意しなくちゃいけないのは、飲みすぎると心臓に悪い影響があるので用法用量を守ってください。カリウムを適切に摂るんだったらスイカとかがとてもいいです。サプリじゃないね。次、眠気よ。カフェイン。カフェインってサプリある？カフェインだけのサプリっていうのありますよ。こう、まあ、コーヒーね、ガブ飲みすれば、まあ、確かにカフェイン取れるんですけど、あとはねお茶とかでもいいんですけど、カフェインだけのサプリっていうのもあるし、あとはスキンケア用品にカフェインっていうのもよく使われます。血圧とかコレステロールを抑える。もう特保みたいな感じになってるね。はい、タウリンとか大麦ベータグルカン、それからもう高圧薬を飲めばいいんじゃないのかなってちょっと一瞬思っちゃいますけど、血行促進。そう、ここでビタミン E がきますね。血行促進作用があるものとしてサプリに入ってるものっていうのはビタミン E 多いんですけど、それ以外にスキンケア製品だとカフェインとか高麗人参とかも入っています。高麗人参も入ってる。これはさ、ビフィズス菌とか乳酸菌とかそういうものが入ったサプリか、そういうものを増やしてくれる成分の入ったサプリ、これですね。あれ、ビュートピアにありますよ。そう、アルベックスは増やしてくれる系です。でもこれ本当にうんち出るようになりますからね。便秘になったら便秘薬飲むよりお腹痛くなくいいバナナ出てくるんで、ぜひアルベックスはおすすめです。次、動脈硬化防止。これさ、ポリフェノールがいいよとかさ、よく聞かない？赤ワイン飲んで健康とかいう時はポリフェノール出てくるよね。疲労回復。疲労回復っていうと私の中ではどうしてもニンニクって思っちゃうんだけどね。ニンニク注射とかも言うじゃない、アリナミンとかね。でもあれってサプリっていうよりは
どっちかっていうとこういうやつ、ドリンク系な感じだけど、まあ、それ以外にはビタミン C とかビタミン B 群が疲労不回復効果があるとよく言われています。じゃよく先生言ってる関節の痛み、関節はね、あ、言っちゃった聞くのよ、あやつダメだよ、まだ言っちゃう。ごめんごめん、そうそう、それ以外にはよくあるグル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 のグルコサミンとかコンドロイチンとかコラーゲンとかそういったものですね。はい、はい、やっぱりあのね、美魔女レイも言ってるの、まつげ伸びたって。あのね、こう飲むとまつげ伸びんのよ、マジで。だから本当に伸びてんのかも。だってこれ2人目だもん、レイさんも言ったもん。あれで桜井もつた、やっぱり。だからこう舐めるやつは死ぬんだよ、うん、何のことやら。でも意外とすごいでしょ。だからマーケティング的にはなんでこれ作んねんと思ったけど、 いいリサーチしてるでしょ。皆さんの期待を煽って次、うん、肝臓機能低下予防、うん、ウコンだよ、ウコン。もうね、ウコンっていう文字を見ただけで私肝臓が癒された気持ちになるもん。ウコンの力。あとはよくね、ニンニク注射とか言ってる、そういうなんかものに使うアリナミンとかね、ああいうものいいって言われてますよ。気持ちが元気になる。大丈夫肝臓最近？すごいね、データ下がって、最近調子いいんですよ。ガンマ下がってます。うん、はい、次、細胞の活性化。これ一時流行ったよね、コエンザイム Q10 とか、うん、むっちゃ流行った、うん、聞いたことある。そうそうそう、この Q10 って言われた時代があった気がしますね、うん、これ知りたい。冷え性、冷え性はさっきも言った通り血行改善効果があるのでビタミン E。 でも多分カフェインとか高麗人参とか黄金水ビールとか血行改善すると思う。サプリじゃないんだよ骨は、大豆イソフラボンとか、まあもちろんさ、昔はカルシウムとかって言われたけど、牛乳飲んだら骨が丈夫になるかっていうと、またそれは難しいところではあるんですけれども、それ以外には、まあ、大豆イソフラボンとかが、まあ、良いでしょうねって言われてます。あとは、ホコリとかの不快とか。メチルカカテキンというマニアックな成分が、機能性関与成分としてあるので、まあ、これはそういう成分がありますと、厚生労働省さんが言っています。おすすめの栄養成分というか身体状態に合わせた成分をちょっとあと聞いてみたいです、うんうん、先生がこれはおすすめだよ。私はおすすめだよじゃなくて、サプリメントには夢を買っているところもあるので、まあ、MNH を言えないんだけど飲んでます。老化防止、ね、になるという夢の不老長寿に近づけるサプリなんじゃないかと思って飲んでるんだけど、まあ、別に老化を防止するって今日と状態が同じってことでしょって私は思ってるんだけど、だから飲んだから元気になるとかなんか変わった感はあんまないんだけど、とりあえずおまじない的に飲んでます。あれ高いよねね、でも昔むっちゃ高かったでしょ、うん、だけど最近はね、すごい安いのも出てきて、もう玉石混合。でも安いのがいいのかどうかも分かんないし、高いからいいっていうのもよく分かんないし、正直よく分からないサプリメント業界の闇を感じてます。まあ、それがね、いい方向に働いたらいいなという夢を買うのがサプリメントです。